セリン・トブゲ・セリン・トブゲは、現代のブータン王国の政治家、同国首相を務めた。日本では、セリン・トブゲーとの表記も見られる。1965年9月19日生まれ、米国ハーバード大学で公共政策の修士号を獲得した一方、機械工学の知識も有している。帰国後は教育省や労働省で官僚としての経歴を積み、 主に人材開発分野での活動が目立つ。2007年に選挙へ出馬する直前には、労働省人材資源局局長を務めていた。2007年、ブータンで組織された政党の一つである国民民主党に加わり、党コーディネーターに就任して、ブータン調和党を相手に2008年3月の国民議会選挙を戦う。しかし、 PDP の獲得議席は47議席中に議席に止まる惨敗を喫した。この選挙では PDP 党首の三元ゲ,ゲドゥプまでもが落選したが、セリンとブゲ自身はブータン西部派遣の選挙区で DPT の対立候補を危なげなく破っている。このような結果を残せた PDP 候補者は彼ただ一人である。この結果、セリンとブゲが三元ゲ,ゲドゥプの公認として、 TDP を率いることになった。4月21日、初招集された国民議会で、セリン・トブゲは国民議会内野党党首に就任した。なお、国民議会内野党党首は国内重要機関人事の協議への参加党が憲法で定められている要職である。2013年7月の国民議会選挙では、 自身の率いる PDP が47議席中32議席の獲得と躍進し、d p t より政権を奪取した。同月27日、首相に任命された。2014年6月29日に来日。2014年9月時点での中国との関係について、セリンとブゲは NHK の取材に対し、両国関係は友好的であり、両国との見解を示している。 また、両国間で国境確定作業が進行中であることも明らかにした。2018年9月15日の国民議会選挙に合わせて首相を退く。9月15日の予備選挙で PDP は得票率でブータン共同党、ブータン調和党に続く3位となり、10月18日の本選挙に進出できず下野した。ありがとうございます。